こんにちは、メドエッグの志田由紀です。ご訪問ありがとうございます。今回は前回の卵のアマビエで使用したカラーオアシスのディスプレイ土台を海のイメージにリメイクする動画です。全部で13分ぐらいです。どうか最後までお付き合いよろしくお願いいたします。これはアマビエの時に使った土台ですね。カラーオアシスを白とブルーで作っています。そのオアシスの土台をこれからちょっと解体していきます。まずメインのお花を外して、それから、リーフ小花を外していきます。そして次に白のオアシスを外して、海のイメージにしたいので、全部ブルーのオアシスで組み立てていこうと思っています。そしてオアシス同士はこんな風に楊枝を、隣同士刺して、そして、ボンドで、留めてあります。そしてしっかりついているところはこんな風にカッターで外していきます。そして、カラーオアシスの、入手先なんですけれども、関西なら、大阪第4ビルの中に入っています三省で、お求めになれます。お花の専門家であれば、松村工芸、あとその他でしたらもうネットで、大手手芸店のサイトとかで検索したら、買ってもらえると思います。カラーオアシスはワンブリック、で、ワンブリックずつ、売ってると思います。でいろんな色があるので、お好みに合わせてお買い求めください。そしてこれは今、カットしていますね。油性ペンでこんな風に印をつけて、その後にカッターで、カットしていきます。大体の形の目安をつけて、四方をカットして、それから、角を落としていきます。こんな風に角を落として、そしてこの後に果物の皮を剥くような感じで角を落としていきます。はい、そしてカッターだけだとちょっと不十分なので、この後紙やすりで角を落としていきます。そして、全体の配置を乗せてみて、こんな風に、当たりをつけていって、ちょっとこれ楕円で大きかったので、円に、作り直しています。カッターでカットして、はい、そして角を落とします。でこの後に紙やすりで、きれいに、成形していきます。こんな感じでいいですね。はい、ちょっと音がすごいんですけれども、丁寧に紙やすりで角を落としていきます。そして、この時は円形にしていますけれども、お好きな感じで、作っていただけたらいいと思います。はい、そしてもうボンドをつけて、楊枝を差し込んで組み立てていますね。そしてこれから、葉っぱを海のイメージで、アレンジ し直していきます。このリーフは海藻の、なんとなく海藻を連想させるイメージだったので、この葉っぱを使ってみました。ワイヤーを切れるハサミでカットして、
そして差し込んでいきますね。奥から手前にこう波が流れてくるようなイメージで今アレンジメントしていますね。まずリーフを入れて、その後に小花とかいろんなものを入れていきます。でガラスの粒を今海のイメージでつけていますね。ところどころにつけています。で、海藻みたいな葉っぱをちょっとまとめてフローラテープでテーピングしてから差し込んでいます。はい、こんな感じで差し込んでいって、はい、隙間を埋めていきます。そして、今ガラスの粒々がないオアシスのところには、後でガラス細工のお魚を、置くので、ここはガラスの粒を敷かないでこのまま開けてあります。はい、だんだん出来上がってきました。そして、販売したりするときは、ボンドをつけてしっかり固定するんですけれども、これはディスプレイ用なので、ボンドはつけずにこんな風に刺していっています。この緑のプリプリのなんか葉っぱがあったんですけれども、これがなんかプニプニで本当に海の中のなんかこう海ぶどうっぽい感じなので、これも選んでみました。はい、だんだん埋まってきました。でこの後に、波のイメージで透明な、クリアラインっていうものがあるんですけれども、それをいっぱい、アレンジメントしていきます。今回お花は入れないで葉っぱとクリアラインだけの花材にしています。で、手が入らないところはこんな風にピンセットを使うと便利です。で葉っぱにも一本一本ワイヤーをかけてテーピングしています。ワイヤーをかけることをワイヤリングと言います。でフローラテープを巻くことをテーピングと言います。だんだんとできてきました。はい、これで終わりでしょうかね。そしてパールとガラス玉みたいな入ったオーナメントがあったので、これもこう泡泡の感じで入れてみます。ちょっとこういう光るものが入るとこう引き立ちますね。プニプニももうちょっといっぱい入れていきますね。あ、はい、そしてこういうふうにガラス細工のお魚をこんなふうに入れる予定です。はい、そして今手元に出てきたのが透明な線、これクリアラインって言いますね。これがいろんな太さがあって、この時は26ゲージくらいを使っていると思います。
波しぶきのイメージで、さっき置いたガラスのお魚さんたちが入るように、波をこういうふうに、イメージして差し込んでいきます。真ん中の部分にはイルカのエッグアートを置く予定をしています。ちょっとこの部分長いんですけれども、ちょっと飛ばしてみてください。はい、だいたい完成したでしょうかね。ガラスのお魚にかからないようにクリアラインをアレンジしていきます。はい、こんな感じで仕上がりました。エッグアートは制作に時間がかかるので、作品ができた時点で動画をアップしています。決まった曜日のアップはなかなかできないので、ベルマークのお知らせボタンを押して見に来てくださいね。よろしくお願いいたします。そして次はイルカのエッグアートを載せるとこんな感じです。蓋の部分ちょっとこう窓を開けて、イルカがちらっとこう顔を見せるようなイメージでデザインしました。はい、イルカちゃんこんな感じで中にいます。最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。貴重なお時間をありがとうございました。また見に来てくださいね。